今日のコーデのポイントはですね、オールナイキなんですけども、まず靴がね、今回ナイキさんにいただいたこの白のエアフォースで、ちょっと今回のテーマがサイバー系ってことで、ちょっとこのシルバーのなんかこうナイキのマークとここにチャームがついてて、でこれがこう踊るとこう動いて可愛いのがこの靴の可愛いポイントなんですけども、で今回は私のコーデは赤と黒でまとめてるので、この赤のナイキの T シャツにこの上は、アトモスピンクさんのニットを着てみました。これすごいフードの形もこうやってやると結構深くまでかぶれる、なんかすっぴんの時とかに隠せるみたいな感じでもできますし、ダンスの時にこうかっこよくこうフードかぶりたい時にすごいおすすめになっております。そうですね、こんな感じで私のコーデは赤と青を混ぜ合わせたこうナイキのスポーティーなサイバー系のファッションにしていました。それでですね、今回、他のメンバーのファッションも私がちょこちょこスタイリストさんと一緒に考えさせてもらったんですけども、スポーティーなアパレルなんだけどアクセサリーでちょっとサイバーっぽく出してみたりとか、あとはこう普段私たちストリートでヒップホップやってるんですけど、こうメイクとかもみんなこうちょっとユニークな、こう普通ではできないようなこうここにキラキラを入れてみたりとか、男の子はネックレスもジャルジャルつけてみたりとか、T シャツもただ着るんじゃなくて中にインナーにちょっと迷彩柄の入れたり、こう重ね着も結構多めにメンバーのもしたかなっていう感じで、はい、組んでみました。この T シャツの可愛いところは2段階になってるところで、私はこうやってアンピンで留めて肩出して着る感じで、下に最近のトレンドのレースのやつを着て着こなしました。私は今回みんなの中でちょっとブラックで大人って感じなんですけど、ポイントとしてはこの全身ブラックなのに靴がこの新しい色のミントカラーで差し色になってて可愛いかなって思います。靴が下だけこの靴の色が入ってて、そことかも見えるんですけど、チャームもついてるところがめちゃ可愛いポイントです。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。いけいけ、声裏返っちゃう。で、オンマイセルフ。ああ、いいね。イントロがかっこいいやつがいい。最初の大事だから。になりました。いきなり
better myself. Okay, dream so big that they think I'm crazy. Let out the beast, no, they can't tame it. Don't play with me, better mind your business. I cannot stop now, I ain't finished. I'ma keep on going till I got that. Okay, the way that I'ma do it, they can't top that. No way. Critics tryna hate, but I don't talk back, I know that. Plotting on the kid with the bull, tell him all that. I'm the one that I'ma gamble on, I ramble on. I'm about to get my ramble on. And I'm the one they really couldn't get a handle on. They went and see they missed the boy, they get a game tomorrow. And I know they never thought we would make it. On the dogs, it wouldn't be able. Labels gon' ask what we bring, but tell them we bringin' the table. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on 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 myself. Take off your shoes, crib brand new. Yeah, I'm about to go in like a damn fool. I'm leaving your mans, them in shambles. You know, light up the wax like a candle. Like me on fire, watch me heat up the track. I took the crown, I ain't giving it back. Unless you got L's on your wish list. ちっちゃい頃からもうずっとお世話になってる、なってて一番の先生です。りなちゃんはもうすごい、もう大尊敬っていう言葉じゃ収まりきれないくらいビッグリスペクトしてます。大好きです。レイラ先生は、まあ、その自分がダンスをやっていく上でも絶対に外せない存在っていうか、しかも結構先生だけど友達っていう感覚もあって、とにかく大事な存在ですよ。でかつ憧れでもあり、いろいろ学ばせてくれる存在。私にとってレイナちゃんは、まず最初に尊敬しててめっちゃ憧れて、本当に人柄としてもダンスも全て本当に大好きで、ずっと、もう一回本当に大好きで、レイナちゃんみたいな人になりたいと思って頑張ってます。大丈夫ですか？ OK です。憧れの友達っていうか、自分はそうもう憧れの人って感じですね。私にとってレイナちゃんとは、まあ、初めて会ったのがレイナちゃんがまだ高校生とか中学生ぐらいだった時だったんですけど、なんか楽しさ、楽しんで、もうただ前は昔は習い事みたいな感じでダンスを始めたのがきっかけだったんですけど、レイナちゃんに出会ってもう とにかく楽しんでるのが一番楽しいし、なんか世界が広がったというか、なんかもっと気楽に自分が好きなようにダンスしていいんだなって思わせてくれたのがレイナちゃんだし、逆になんか今のこの環境を作ってくれたのもレイナちゃんだし、なんか感謝でいっぱいの存在です。はい、レイナちゃんはですね、もう難しい、もうすごいすごい人です。神様のような人で、なんかもうすごい、なんていうんだろう、もう何でも踊れて、もう人柄も優しいんで、めっちゃいつも友達みたいに仲良くしてくれるんですけど、もうとんでもない方なんで、いつも恐縮って感じでございます。はい、こんな感じですかね、レイナちゃん。はい、レイナちゃんは私にとって今すごく憧れの存在であって、やっぱ自分が落ち込んでいる時だったりした時に、そのレイナちゃんのダンスを見たりすると、やっぱ自分ももっとスキルアップしてレイナちゃんについていけるように頑張りたいって思う存在ですし、一言で表すと夢っていう存在です。レイナちゃんとはレイナちゃんですか？私にとってレイナちゃんは一
生の憧れの人でもあって、だって私がダンスですごいちょっと悩んでた時にレイナちゃんにそのタイミングで出会ったら、まあ、人生がもっと丸々一周変わった、第二の人生を歩めたなって今思ってて、レイナちゃんを通してなんか周りのダンサーの方ができないような経験を自分は一緒にさせてもらったりとか、一緒にアメリカに行ってそのアメリカでの経験を今度自分で一人で行ってっていう挑戦に変わったりとか、レイナちゃんは一生憧れの大先生です。まあ、先生でもあるんですけど、やっぱり人生を変えてくれた人だと思っていて、私がまあずっと女性のダンサーの中で一番憧れていた方だったんですけど、まあ、その先生のところに行き着くまでにいろんなことがあって、で最終的にやっぱレイナちゃんについていきたいって思ってたのは、そのダンスだけでなく人柄だったり、なんかやっぱ美味しそうに食べるところとか全てにおいてもうかっこいいし可愛いし優しいし、もう天才なんですとりあえず。だからなんかもう女神様です。はい、ありがとうございました。やー